皆さんこんばんは、私今大阪の厚生年金会館前に来ております。今日はですねこちらの方相内里奈さんのバースデーなんですね。そしてこちらでは相内里奈さんのバースデーライブリナ祭り2004が行われようとしているわけなんですけれども、このライブ、今年で2回目になるわけなんですが、毎年ねテーマが決まっておりまして、去年は和というのがテーマでした。そして私が今来たねこのリナハッピーということで祭りということでね、こんな感じでしたけれども、さあ今年はテーマがジャングルです。さあいただきました。これ灯したいますということでですね、ライブで使われるんじゃないでしょうかね。本当に今日も暑い一夜になりそうです。早速私レポートしてみたいと思います。それでは行ってきます。7月31日大阪、8月3日横浜でリナ祭り2004が開催されました。今年のテーマはジャングル。一体どんなステージが繰り広げられるのか。彼女の誕生日31日大阪でのライブをサイダサイがレポート。はい、こちらホール入り口になりますけれども、今リハーサルやってるみたいなんで早速中に入ってみましょう。よし、いきますよ。お、入りました。暗いね。あー、暗いわ。さあ、あちらです。なんか MC の方がやってますけど、その時、あれは内藤さんじゃないですか。もう聞いてねえよ。このリナ祭り司会を務めていたのが なんと内藤さと子。マジで知らなかったサイダはリハーサル終了後内藤を問いただすことに。はい、こちら内藤さんの楽屋です。早速入ってみましょう。失礼します。私じゃないですか。私は相方じゃございませんか。ちょっと水くさいじゃないですか。私に教えてくださいよ。何でも教えなあかんの。久しぶりに見たらますます気持ち悪さが増してるわ。だって私とあなたは相方じゃないですか。相方といえば一心同体。そういうことを教えていただいた方がいいと思うんですけれども。相方といえども赤の他人。まあね、でも今日はぜひ私の分まで頑張ってください。サイダさんのどこに生きる気力があるのよ。何の役にも立てへんわ。あの客席の方で見てますからね。はい、しっかりしててください、はい、頑張ってください。ということで、私はこれから相内里奈さんの楽屋に行ってみたい。あらかだ、なんぼ気持ち悪いとはいえね、おかまとはいえ元は男なんだから、私が一緒についていくから、そんな一人では行かすわけねえか、相内さんみたいな。では、行ってきます。ということで、大胆にも本番を控えた相内さんの楽屋を訪ねることに。では行ってみたいと思います。ついてきやがれ、不審者。お邪魔します。失礼します。お疲れ様でした。あゆちゃん、本番直前なんですけれども、はい、そうです。今回のステージはどんなステージになりそうでしょうか。そうですね、やっぱりタイトルがあの祭りなんで、やっぱりこうみんなで一緒にみんなで作り上げるライブっていうのをすごくあの思い描いてて、でもそうなるように今まで頑張ってきたんで、絶対こうみんなで盛り上がれるライブになると思っています。はい、ありがとうございました。後ほどねこちらなら司会で、そして歌でということで、私もこの帽子をかぶってですね、客席から見させていただきたいと思います。はい、頑張ってください。さあ、一体どんなステージを見せてくれるのか、楽しみです。午後6時、ついに会場、2000人のファンたちが押し寄せました。リナ祭り2004、いよいよ開場いたしました。もうすごい人です。私行ってきます。それでは。昨年の大晦日、紅白をにぎわせた衣装をまとい、ヒット曲フルジャンプの移設からスタート。
このリナ祭りは2部構成。第1部では岸本早見、雫紗恵美、北原愛子、三枝優香とのプライベートを交えたトーク、そしてデュエットなども披露しました。最近のお気に入りはどんな特技が、はい、それはですね、はい、なんと、チョコとマロンで、チョコがジャンプ。そして第2部は相内里奈ソロライブ、テーマはジャングル。ワイルドで熱いステージを披露しました。相内さんの誕生石にちなんで歌われたルビースターズでは、ファンたちの灯し松明によるイルミネーションで美しく彩られました。そしてエンディングでは、声を込めて、せーの、お誕生日おめでとう。2階席からハッピーラッピーバースデーと書かれた垂れ幕が下ろされました。なんとバンドメンバーやスタッフからも。そんなサプライズプレゼントを受け取るという感動的なエンディングを迎えました。内里奈、ハッピーバースデー。というわけで、内里奈さん、まあ、今回もね、派手な衣装と派手なライブパフォーマンス盛り上がりましたね。内藤さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。あのね、紅白の衣装から始まって、うん、ギザスタジオが誇る美女軍団の共演、うん、クーラーのついた会場がですね、湯気が出るぐらい、はい、テレビでは伝わらないんですが、もっと熱気に包まれるのを感じました。はい、悔しいぐらいいいライブでしたね。